はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりにちょっとバッグの中身を紹介しようかなと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで今回はですね、全然最近やってなかったなと思ってバッグの中身を紹介していこうと思います。前とねちょろっと変わったところもあったりとか、最近ちょっとねお気に入りのアイテムとかもあるので、それも紹介していきます。まあ、私普段から結構ちっちゃめのバッグを持つことが多いので、今回もじゃじゃん、こちらの結構ね小さいコンパクトサイズのバッグ、これザラでこの前購入したんですけど、すごく気に入っていて、すごいキラキラで可愛いですよね。持つだけで結構女の子っぽくなれるというか、コーデのアクセントとかにもなったりするし、あと私シルバーのアクセサリー今もつけてるんですけど、をつけることが多いので、こういったシルバーのアクセサリーとも相性が良くて、とてもコーデにも合わせやすいです。ということでこちらの中身を紹介していきます。ではでは、じゃん、中はねこんな感じになっております。ではまず、じゃーん、こちら、これはね財布なんですけど、この前の誕生日の時に親友ちゃんがプレゼントしてくれました。ビビアンの財布なんですけど、すごい色も深いグリーンになっていて、めちゃくちゃ可愛いんですけど、このビビアンのねマークもすごい可愛いんですよ。何よりも気に入っているのが三つ折り財布になってるんですよ。なのでとてもコンパクトで、私がね普段持つようなこのちっちゃいバッグにもねスポッて入ってくれるので、それがめちゃくちゃ気に入ってます。ということでまずこちら財布です。続きましてこちら、これももうねだいぶ紹介してると思うんですけど、シナタン巾着袋なんですけど、この巾着袋はこの前の単独イベントをさせていただいた時に来てくれた皆さんにお土産としてお渡ししたんですけど、この中にはこんな感じで細かいものたちが入っております。まあ、主にコスメとかが入ってますね。私ドライアイなので欠かせないんですけど、ロートジーのね目薬でございます。これが爽快感がやばいやつで、目薬さした時になんかスカーッとするんですよ。これがねすごく好きで、私はずっともうこれ使ってるかな。そしてリビアのディープモイスチャーリップです。これもね私結構ずっと使っているんですけど、匂いも蜂蜜なんですけど、そんなにきつくないというか、つけてても不快感はないので、冬は乾燥が激しいからね結構必須になってくるんですけど、最近ねこれよりももっと保湿力のあるリップを使っていて、じゃん、こちらのモアリップです。結構冬になると唇がね荒れてしまってカサカサになったりとか、ひび割れとかがすごい気になってたんですけど、このねモアリップ使ってからだいぶマシになったような気がします。今でもたまにちょっと荒れてしまうんですけど、何もしないよりかは保湿もしてくれるし、ひび割れとかもね軽減してくれるので、これを最近よく使ってます。で、そして出かけてる時にメイク直しってどうしてますかとか、メイク直しって何持って行ってますかっていうのをすごく聞かれるんですけど、私は基本的に出かけててあんまりメイク直しをしない派なんですよ。そんなに気にならないかなというか、まあ、よれたとしても唇の色がなくなるとかなので、私はいつもその日に使ったリップスティックだけを持って行ってます。ちなみに今日使っているのがアディクトラッカースティックの620番です。結構ブラウン系のヌーディーなリップを使ってるんですけど、こんな感じの色です。これを持ち歩いていました。こんな感じかな。今ね紹介した小物たち巾着に入れて持ち歩いております。続いてじゃじゃん、こちら、これもポーチですねポーチどんだけ持ってんのって感じなんですけど、ここには結構いっぱい入っていて、まずこちらです。ミンティアでございます。もともとねこのミンティアのミルクミント味、赤いパッケージのやつがすごく好きだったんですけど、それがね販売終了してしまってもう売ってないんですよ。めちゃくちゃ美味しかったのに、あれが。その代わりとしてこのヨーグルト味を最近は食べています。お口直しとか、ちょっとなんか口が寂しいなっていう時とかに食べたりしております。ちなみにこれはコンビニとかスーパーとかでも売ってると思います。では続きましてこちら鏡ですね。こんな感じの、一応ねシャネルなんですよ。これがね二面鏡っていうんですか、2つついていて、下がアップになる方だ、上が普通の鏡になっております。これは知り合いの方に高校の卒業祝いでいただきました。本当にコンパクトだし、私シャネルのコスメとか持っていなくて初めてのシャネルなんですけど、とてもね嬉しくて、これはねずっと使っております。続きましてじゃん、こちらイヤポッツです。基本的に今電車移動なので持ち歩いております。最近ちょっとねなんか不具合が多くて修理に出そうかなって考えております。続きましてこちら、これはですねティッシュなんですけど、ポケットティッシュを入れるケースになっていて、私の妹の友達の妹、遠いんですけどにもらいました。結構昔ちっちゃい頃からすごく遊んだりとかしていて、これをね自分で作ってね私にくれました。もうめちゃくちゃ嬉しい本当に。しかもめっちゃ可愛いんですよ。結構前にもらったので使用感がすごいんですが、ここにもねちょっと入れれるスペースがあって、こういったロキソニンとか、生理痛がひどい人なのでロキソニンとかを持ち歩いたりとか、あとは本当に私靴ずれをするんですよ、めちゃくちゃ。この前もディズニーであんまり履き慣れてないニーハイブーツで行ってしまったんですね、なぜかわかんないけど。その時に靴ずれをしてしまって、ディズニーでなんか1200円のベイマックスのケース付きの絆創膏を買ったんですよ。でもそこから絆創膏は絶対もう持ち歩こうと思って絆創膏
個もこのティッシュケースの中に入れてしっかりと持ち歩いております。では続いていきましょう。こちらです。これはですね、シロのオードパルファンサボンっていう香りの香水ですね。これもね、イベントの時にファンの方からいただいてからずっと使っているんですけど、めっちゃいい匂いなんですよ。これその日につけた香り物を一緒に持っていく感じなんですけど、今日はこちらを使っていたのでこれがバッグの中に入っておりました。なんか爽やかなんだけどちょっと癖のあるちょっと甘い香りがして、デイリー使いもしやすい香りですね。すごく気に入ってます。ありがとうございます。そしてやっぱりね、冬といったら乾燥が激しいので、最近はねこちらを持ち歩いております。じゃじゃん。これも少し使用感がすごくて、ちょっとロゴとかが消えてしまっているんですが、ロスリンって読むのかな、ヒントフレグランスクリームの045番ホワイトフルーツです。これもめちゃくちゃ気に入ってるんですよ。ハンドクリームなんですけど、やっぱりね保湿をしないとカサカサになってしまうので結構保湿をねしているんですが、これもねいただいたものなんですけど、私ハンドクリームってこうベタベタするものがすごく好きじゃないんですよ。これ全然ねベタベタしなくてサラサラで、しかもいい匂いがするので気に入っております。冬になったら持ち歩くアイテムかな。でそしてこっちのちっちゃい方もあってですね、こっちにはじゃじゃん、モバイルバッテリーが入っております。このモバイルバッテリーは野美沙子さんのソロライブのファーストラブという一番最初にあったソロツアーの時に出ていたグッズなんですけど、1回と半分ぐらい使えるかな、そのぐらい充電ができるモバイルバッテリーです。すごいコンパクトでね、デザインもね本当にゆのちゃんらしくてめちゃくちゃ可愛いので、これはすごく気に入ってます。ということでこのポーチの中は以上でございます。はい、そしてさっきオープニングでも最近お気に入りのものがあるって言ったと思うんですが、じゃじゃん、こちら皆さん知ってますか。こちらこれがね一応ケースになっているんですけど、中がこういう感じになっております。これがですね、オズモポケットというカメラになっております。すごくないですかこれ。 YouTube をやっているので Vlog とかをね撮ったりとかもするんですよ、外で。そういう時にめちゃくちゃ使えるんですね、このちっちゃいのが。普段はね結構大きめのカメラを使っているので、旅行中とかもすごい重いなって感じていて、なんかいいのないかなって思った時にこれを見つけて、これはもう本当に私の中で革命が起きました。はい、これが一応まあどういうものなのかっていうと、見ての通りこういう感じですごくねコンパクトなカメラになっているんですけど、ここがレンズですね。ここがレンズになっていて、ここにモニターがあって、ここにボタンがちょんちょんと2つあるんですけど、このねここの部分がジンバルになってるんですよ。なのでかぶれをね防止してくれる効果があって、旅行中とかって結構ね歩いてこう撮ることが多いので、気をつけたとしてもどうしてもね手ぶれをしてしまうんですよ。それがね結構ネックだったんですけど、これはジンバルがついているので全然手ぶれが気にならないっていうのがすごくいいなと思っていて、普通に画質もいいんですよね。あ、この前ねクリスマスの1日の様子をね YouTube にアップしたと思うんですけど、その時も実はちょこっと使っていて、実際に使ってみた映像がこんな感じになっています。本当にね手ぶれもあんまり気にならないし、すごく滑らかな、で画質もとてもよくって結構綺麗な映像が撮れました。でこれがね普通のノーマルなオズモポケットなんですけど、いろいろねカスタムできるやつがあるんですよ。それもね実はバッグの中にじゃん、こんな感じで、なんか結構ちっちゃい巾着袋に入れてるんですけど、まずこれはですね、このここになんていうのかな、差し込み口みたいなものがついていて、オズモポケットの下にこういう感じで穴があるんですね、まあ、なので要するにこれをここに差し込みます。そうすると Bluetooth だったりとか Wi-Fi とかと接続して、スマホでね遠隔操作ができたりとかもするので、スマホをいじって立てて撮ることもできるっていう感じですね。これがまず1個目でしょ。そして続いてじゃじゃん、なんか見たことあるような形のちっちゃい部品が出てきましたね。これがですねすごくって、もうズモポケット本体になんかスライドできる何かがあるんですよ。ここにこれをねスライドするとこんな感じになってるんですけど、ここでさっきのちっちゃい部品を差し込みます。皆さんこれ見たことありますよね。そうです、 iPhone のこの差し込み口になってるんですよ。でね電源をちょっとつけまして、もうすごいすごい、今ねこういう感じで私がいると思うんですが、やっぱりこういう小型のカメラって少しモニターがねちっちゃくて見えづらいなっていう時とかあると思うんですよ。これでもね十分見えるんですけど、もうちょっと詳しくでかく見たいなっていう時とかは、この今のアクセサリーを本体に装着してですね、でここで iPhone の登場です。ちょうど差し込めるようになっているので差し込みます。そうするとじゃん、わかりますか？何も触っていないのにこう差し込んだだけで勝手にねアプリがね起動してくれるんですよ。もともとアプリを入れてないとできないんですけど、アプリを入れてるとこういう感じでね起動するんです。めちゃくちゃすごくないですかこれ。しかも大画面でこういう感じで見れるんですよ。カメラはこっちのねオズモポケットの方なんですけど、こういう感じで iPhone でもね見ることができます。で今はたどりになっているので撮るときとか難しいと思うんですけど、これがねカメラの切り替えがあるので、これを押すとじゃじゃん、内側を向くのでこうやってねセルフィーも撮ることもできます。
すごくないですか、これ本当にめちゃくちゃ便利なんですよ。だからまあちょっと大きい画面で確認したいなっていう時とかはこういう感じで iPhone に接続して使えるという感じですね。ここに写真とか動画とかパノラマとかもあったりとかするので、写真も撮ることもできるし動画も撮れるしっていうね感じになっております。めちゃくちゃいいですよね本当に。ここにあとね S っていう文字があると思うんですけど、これを押すとこういう感じで、なんかね簡単におしゃれな映像が撮れるみたいなモードもねあったりとかするので、初心者の方でもすごいおしゃれな動画が作れたりとかもします。今なんかちょっとカメラをこっち側に向いちゃってるので、これをね上とかにするとカメラ上に向いてくれたりとか、横にやると横に向いてくれたりとかするんですけど、顔をね写したい時とかは、もう私の今写ってる顔をこうやって選択します。でそうするとフェイストラッキング機能って言って、私の顔に追ってくれるんですよ。こんな感じでわかるかな、私がこうやって動いてもカメラがちゃんとね追ってくれるんですよ。すごくないですかこれ。そういう感じでね、いろいろ本当にまだまだ使い方はあるんですけど、いろんなことができるよっていうカメラになっております。私もすごく初心者なんですけど、このジンバルがね結構難しいんですよ。ちょっとなんか思ったところに向かなかったりとかするので、そういう時にこの感じの、これもさっきの iPhone につなげれるやつみたいにこういう感じになっているので、これもまあここに差し込みます。ここにねこういう感じでボタンがいくつかあるんですけど、これを下にすると下を向いたりとかしてくれます。ここに書いてあるんですけど、今上下の設定になっているので、これを左右の設定にすると左に向いたりとか右に向いたりとかしてくれます。すごいですよね。だからまあちょっとどっか行っちゃったっていう時とかはこれを使ってカメラを自由自在に動かすこともできるので、建物の全体とかを写したい時とかはこれを上にギューってやっていくだけでうまく全体のこう写すことができるみたいな感じですね。めっちゃいいですよねこれも。手ぶれがとにかくね気にならないのですごくいいなと思います。こんな感じかな。あとですね、これもアクセサリーの一つなんですけど、セルカ棒ですね。セルカ棒もね取り付けることができるんですよ。ここに取り付けるやつがあるので、これをパカッと開いてオズモポケットをこんな感じでセッティングすると、まあこういう感じでセルカ棒なので伸びるんですよ。遠いところからもこうやって自撮りができるので、これもすごくコンパクトになるので一緒にバッグの中に入れて持ち歩いてます。ちょっと熱くなってしまっていろいろ語ってしまったんですが、こちらのオズモポケットも最近すごく気に入って愛用しております。はい、というわけで私のバッグの中身はこれにて以上になります。こんな風になりました。どうだろう、荷物少ない方なのかな。カバンも基本的にちっちゃいバッグを持っていくので、普段私が持ち歩いているのは今紹介したものたちになります。リクエストもちょこちょこもらっていたので今回は紹介してみました。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。